さん12時になりました。はい、ということでコーヒーにもミルクを入れて飲んでおります。これからスープを作っていくんですけど、ダイエットスープに加えてチキンを入れていきたいと思います。人参、セロリ、キャベツ、玉ねぎ、私は、冷凍したのを使います。チキン、トマト缶にチキンストックですね。あとはちょっとした味付けで胡椒を使っていきます。お野菜を切りました。これを沸騰したお湯に入れていきます。モカちゃん、ちょっと待って。モカちゃん、お腹すいたの。ここに餌が入ってるってこと知ってるんでしょ、モカちゃん。そうでしょ。スープに、チキンを混ぜてます。トマトのサラダ、なんかトマト系多いね。でも水はね、今のところです。はい、いただきます。あ、のりをもっ完食でございます。熟しすぎたバナナです。熟しすぎてますけど中は綺麗ですよ。オートミルク入れます。チアシードです。チアシードを適当に入れます。ごまも入れていきます。あ、入れすぎた。これちなみにイケアで買いました。はい、3つこんな感じで入れてます。いただきます。うん、おいしい。日によってはですね、甘みが足りないバナナだとこういうデーツを入れたりします。中の種を取って一緒にシェイクするとめっちゃおいしいです。彼の分もと思って2人分作ったんだけど、おいしすぎたの全部飲んじゃった。まあいっか。はい、気づくと夕方7時になっちゃった。腹筋とか、ちょっとね、体操をしていたらこんな時間になっちゃってもう食べれないじゃん。そうだけど、さっきね、私たくさんバナナシェイク飲んだので、まあいいかなっていう感じ。そんなお腹は空いてないです。ただいつもだと絶対何かかじくってるんですよ。何かつまみ食いをねしているところなんだけど、もうダメ、今日はもう何も食べません。でもバナナシェイク結構カロリー多分あったと思うので、まあそれはそれで良かったのかな。はい、で今から、明日の、まあ、デザート作っていきたいと思います。ヨーグルトのね、期限が今日までなんですよ。 So I'm going to make a cake。 ヨーグルトケーキでございます。これはね、明日の朝食にもしようかなって思ってます。細かいレシピはこの動画の下の概要欄に全部書いておきますね。はい、まずは必要なもの、ヨーグルト 250g です。そしてベーキングパウダー、卵2つ、そしてレモンですね。レモンは1個なくてもいいです。香りをつけるためにこのね、皮の方を使っていきます。そして、はい、小麦粉です。オイルの代わりにココナッツオイルを使っていきます。バニラエッセンス、そしてお砂糖を使います。ちなみにオーブンは180度で今温めています。はい、それではまず小麦粉ですね。小麦粉は2カップ入れていきます。1、2カップ入れて、 250g のヨーグルトを入れます。じゃなくてもね、ヨーグルトと小麦粉だけでスコーンが作れます。実は柔らかくてね、美味しいスコーンができるので、よかったら皆さんも試してみてください。そして卵2つ、はい、もう全部一緒に入れていきます。多分順番あると思うんだけど気にしない、美味しくできればいいかな。あー、殻入っちゃった。
ココナッツオイルは1/2カップ入れていきます。ベーキングパウダーは、ティースプーン2杯入れていきます。ココナッツシュガーを入れていきます。お好みで入れてください。こんな感じでできました。はい、ちょっとなんか硬くないですか、ケーキの生地としては。あのね、私が使ったヨーグルトがこれスーパーティックなんですよ。結構固めのヨーグルトなのでこういう風になっちゃいました。もっとね、柔らかくて水っぽいヨーグルトだとあのトロトロっとした感じになりますね、この時点で。どうしようかな、前回作った時は美味しかったです。まあ試してみます。はい、これで35分から40分焼いていきます。最初は35分間焼いていきます。この後にもう少し必要だと5分足しますね。はいはいはい、まあ大丈夫っぽい。ほほほほほ、サクサクしてるっぽいです。あの、食べられてます。カレーが食べました。冷ましてたらなんか真ん中だけなくなってる。いい感じにできました。中がね、結構しっとりしてます。これが燃焼してんのかな。普通夕ご飯食べたらちょっとね太るんですよ。朝と同じく、じゃ同じかちょっと痩せてる。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。もかちゃんが面白い体型で寝ております。もかちゃん、なんでそりゃ手が直行で、ミーティングを受け終わりました。で、すっごいお腹空いてるんだけど、ただいま10時半でございます。もう超お腹空いてるの。あ、びっくり。あのすいません、これテーブルに敷くマットなんですけど。おはよう、みーちゃん。今日朝ごはん全部食べたね。 Well done! What do you eat? なんですか。今はね、ティーで我慢してます。ハーブティー。おー、そう、違う。今日のですね、美味しいコーヒーの1杯目はカフェに行きます。自分でも作れたんだけど、朝からミーティングでちょっと眠いなって。で、今から行くカフェはね、美味しいソーセージロール、あのパイが売ってる。それを食べたくて、はい、ってことで向かってます。着きました。このね、カフェの中に4人しか入れないので、今外で待ってます。ポストオフィス is so busy ね。こういう小さいカフェがまだオープンしてるとホッとするよね。チェーン店じゃないと結構な数がね閉まっちゃってるんですよ今。なんか可愛いのたくさん売ってる。Can we have a large latte with hazelnut syrup? Yeah. And also a large mocha as well, please. Can we have one sausage roll and the pie next to it as well? Yes, please. That'd be nice. I'm not gonna have them, but oh my goodness, look at it. Vanilla hazelnut and that's lovely. Thank you. Then we've got two sausage rolls, one pasta, a roll.
1325円 please. Lovely, thank you very much. You're very busy. Yeah, yeah, that's alright. Thank you very much. Thank you very much. Ah, you've got food, that's why. Don't feed Elvis in front of you, he's on a diet. Another dog. Hello. It was raining earlier, but it's fine. It's hot. It's hot, it's hot. So, I bought three. Sausage roll is really delicious, right? Two sausage rolls. Did we have one of these last time? Yeah, I think so. And I wanted a tart of salmon, but the customer in the back ordered it. ね、あれが最後だったからまあいいやと思ってソーセージロールをもう一個買ったです。これから食べます。 It's a little bit windy now. ウォンモカウォーメアップリルモカソーセージロール、これがねめっちゃ美味しいんだ。うん、サクサクで美味しい。この中のさソーセージがすっごい大きいんだよね。公園で楽しそうに遊んでる。もう一個のペーストリーです。美味しそう。食べ終えました。 There's another dog. なんか今日はおじいちゃんおばあちゃんが多かったです。帰ってきました。みんな見てこれね、このトラウザーね履けなかったんですよ。だけど閉まるようになりました。はい。でウエストもちょっと細くなったが、まだねぷくってしてるけどちょっと細くなった気がします。後で測ってみます。はい、ただいま5時半でございます。スムージーをね今作るんだけど、これテスコで買ってきま、テスコじゃないな、うんごめん、コスコ、コストコで買ってきました。スムージーがこういう感じにパックになってて、私はディトックスを選びます。で彼はあのこれベリーを作りますね。以前フリーズしておいたバナナとあとベリーたちです。これさ半分ぐらいの量をあのフリーズすればよかった。 That's too much. I'm not sure it's gonna fit. Oh, maybe. Let's try. ダメだ、これちょっと、あー考えてなかったよ。 Right, this is too much. So, I have to wait. ここに入れて数分置き、あーブルーベリー、パイナップルとあとケール、スピナッチもかな、ほうれん草入ってます。そしてこちらのパックにウィートグラスとかなんかいろいろ入ってますね。ちょこっとお水を入れます。ちょっとね、チアシード入れます。これにね、鉄分とか入ってるのでこんな感じでできました。パイナップルがね、いいね。はい、それではまたディナーの時に撮影します。これからポストオフィスに行きます。今車結構来る。うわ、雨降った。 There we go. How's everything going?Busy. How about you? Are you okay? Yeah, good, thank you. It's been cold, getting really cold. Yeah, we've been constantly busy for the last year. Yeah, I saw one queue the other day. That's normal. Is it? Oh my god. Super, Merry Christmas. Supermarkets can handle it, markets can handle it, we can't handle it. Thank you very much. Bye. You too. Sorry. これから運動をします。あのね、今日ね、歩きたかったんだけど、外がね、すっごい雨だったんですよ。で、お仕事終わったらね、もう暗くて、そう、だから今日は諦めた。明日ね、晴れればいいな。どうしようか、最初にちょっと踊ろうかな。体を温かくして、その後、お尻と足に集中した体操をしていきたいと思います。体操のエクササイズね。私がね、参考にしている YouTuber さん。めっちゃね、見ていて楽しい。クロエティング、クロエティングさん、あとパメラ・ウェイフっていうのかな、2人の YouTuber さんのエクササイズは結構見てますね。あとアレックス・レンさん、あの大好きなモデルさんなんだけど、彼女のチャンネルでもなんか外でねエクササイズしてるのがあるの。そう、すごいねこれ役に立つので、結構きついです。そしてそうだけどちょっと頑張ってねやりたいと思います。ヴィクトリア・シークレットのモデルさん
ビクシーモデルなんか1日エクササイズルーティンみたいな、これがね追いついていけないのよ。踊ろう。もう息切れ。あ、あいた。もかちゃん応援ありがとうございます。ずっと見てくださってありがとうございます。眠いの。トレーニング終わりました。今6時46分なのでご飯食べます。7時になる前にご飯食べなきゃ。作った野菜スープ飲んできます。あとで絶対お腹すく。はい、はい、ですねちょっと急ですが、ダイエット始めて3日目が経ちました。今の時点でのメジュメント測っていきます。一番最初の日胸はなんだっけ、82? あれ減ってない？ちょっと待って。はい、でウエストなんですけども、腹筋をちょこちょこというかね、寝る前にやるんです。え、あ、ちょっと、あれ測るとこ、これは減りすぎじゃない？え、 Okay. Darling?Is it normal if I lost 5 cm in 3 days? 5 cm? Yeah, so like 3 days ago, I was 70 cm on my waist and now it's 65. 測るとこ当たってる？私このね、へっこみがある場所は測ってるんだけど、65です。ほら、ここでしょ65、見える？この辺とかはまだぷっくりだけど、形的に出てきたかなって思う。でこの前まで入らなかったズボンがね入ったんですよ。締めることができたので確かに減ってると思う。今日はね7時6時半か7時ぐらいから食べてないのでお腹空いてます。ずっとね緑茶とかあとは、ホットウォーター飲んでるんだけど、それで結構満たされます。お尻はね難しいんだよね。はい、変わらず100です。みーちゃんどうする？っていうことで、This is crazy. 今度階段壊さないでよ。君はいい女物を壊すんだ。はい、ということでウエストは変わりました。胸はちょっと減りました。お尻は変わっておりません。はい、ウエストはですね、私、特別な体操方法があるんですよ。新体操やってる時に学んだことをするとすぐね形が変わる、あのくびれを作る方法っていうのがありまして、それはまた皆さんにシェアしていきますね。あと少しこの辺減れば目標達成じゃない？ 60cm。 お尻どうするかっていうことをちょっと考えていきます。はい、それではまた。いや自分でも信じらんないんだけど、体操めっちゃ効くわ。じゃあちゃんと動画作ってまた皆さんにシェアしますね。みーちゃんも有時間で太っちゃいましたから、みーちゃんもダイエットはまたね。みーもダイエットするにゃん。ひひひひひ、いただきます。マヌカハニーとピーナッツバターを添えました。